こう投げ分けれるピッチャーじゃないですから、はい、でも池塚コーチのコメントはそういう意味なんですね。そうだと、はい、ピッチャー返しはセンターに抜きました。センター前のヒット。さあここをね、ドラ初球はね、やっぱりちょっと様子を見るために図で抑えますよ。やっと真ん中に来た。ファースト正面でした。外は二塁、フォースアウト、一塁点差、あっと送球を忘れた。一塁ベースコーチの足に当たった。ランナー三塁オーバーランしていて、三塁送球されてキャッチャーへ行ってタッチアウト。そうです ねこれはどうなんですかね。ベイスターズに、とってはやっぱりね、これはもう荒木ですよね。そうですね、はい、これはもうしょうがないですよね。しょうがないですね。